4月26日、今午後3時半です。タケノコを掘りに来てみましたが、こんな感じですね、イノシシにやられたやつ。こんなやつですね、はい。こんな感じにやられます、イノシシには。これがイノシシの糞かな。こっちとこっちは違うみたいですね、糞が。はい、この辺もイノシシからほじくられた跡です。わかります？あ、そこにちょっと残ってたね。忘れてたな。これ見落とし、にゃ、うん、見落とし、見落とし。ここにありましたね。これはほっとかんとまたイノシシがやられそうですね。はいはい、こんな風にやられてしまいまーす、イノシシに。はい。よいしょ。わかりますか？その辺、その辺。ね。うっ、あったあったあった。こんな感じにやられるんですよ。はい。で、ちょっとあんまり小さいんでて、いうことで残してたのもイノシシがやられたりしてます。ほら、こんなの食べてないけど、もう、追ってからそのままでしょ。もったいないんだけど。そういうことでイノシシからやられまーす。はい。どんな風にタケノコがイノシシからやられているかをちょっと見てもらうために撮影しました。